もうこうなっては千川さんの動画とか見てやるかみたいな、もう無理やり持ってってたんで、うん、だからあんまりそのチームにいいイメージが持てないってところもあるんですよ、ね、だから環境を変えたいってところもあったりするんですけど、でもやっぱりやり続けるしかないし、自分の目標メジャーリーグさんなのでもうそこを向かっていけばもういずれたどり着けるみたいな。そうだね、うん、はい、なんかね、それ今聞いててちょっと思ったけど、俺たまに、これは俺の感覚というか、選択肢がまあ何個かあるとか、逆に一つしかない、現状コーデの中で一つしかないわけじゃん、行けるところが、まああとは探すって感じになるけど、今シーズンのイメージがあるから、来シーズンどうかなって思ってる、ちょっとネガティブな状況があるから行くみたいな、わかる？そう、逆に。ネガティブだからこそ行くみたいな、なんかちょっとね、モンゴルのチーム行った時とかが結構それで、俺あったかいのめっちゃ好きなの、冬よりもあったかい時の方が体も動くし、去年膝の手術したけど、その前にも足首とかも手術してるし、やっぱりあったかいところの方が調子がいい、体的にも、もう元々寒いの嫌いだし、だから行こうと思った。モンゴルめっちゃ寒いわけよ、俺が行った、そっちですか。そうそうそう、行った時って多分1月とかで、普通の気温がマイナス10から20とか、ちょっと晴れてて昼間練習しててもマイナス、ね、5度とか10度の中で練習するような感じで、行ったら行ったら全然ね楽しかったし、まあ、いろいろ大変な部分も当然あったけど、だけどなんかあれ苦手だしな、あれ嫌だからな、行ってみようみたいな、逆にそのなんか何それが理由でだから行かないじゃなくて、だから行くみたいな、なんかねこれうまく説明できないんだけどね、これなんかそこを行くことで、そこを乗り越えるじゃないですけど、そこを乗り越えることでまたさらに成長するじゃないですけど、またそこも手に入れれるみたいな感じ。なんか逆境の方がみたいな。そう、まあだってそうかもね、その逆境根本でしんどいとこを生き抜けば成長できるっていうのが多分根本に染み付いちゃってるから、だって明らかに難しい状況なんだろうなって思ってるからこそ、普通だったらここ選ばないよなって思うからこそ行ってみるみたいな、今パッと思いついたけど、長友選手とか、はい、インテルとか、はい、試合に出れない状況とかあったじゃん、苦しい状況とかあったじゃん、あえて残るみたいな、移籍できる選択肢はあったけど、あえて残ってそこでやり続けて、結局監督の信頼得てポジションを掴み取るとか、どっかから話が来てれば今あれだけど、はい、あえて恒大が目指してるアメリカ一部に一番近い場所にあるチームと契約できる状況で、他にはね契約切られる選手もいる中で、恒大残ってくれって言われてる状況で、確かに気持ち的に乗り気になれないとか、難しいあれかもしれないけど、逆にそこに行くことで、じゃあ俺何できんのって、そこでどう努力すんの、どう成長すんのっていうところを来季頑張って結果出せれば、それってすげえ成長につながるかなってちょっと今聞いてて思った。でも本当に何だろう、これまでの自分もそうですけど、快適なところにいても成長はないなっていう、まあ、別にチーム快適になるかは分かんないですけど、あとまあそれと変に移籍ばっかりしてると、移籍癖じゃないですけど、別のチームあるからって言ってそういうのもしたくないってところもあって、結果出してないので行くのも嫌だし、プラスアルファ、まあそういう自分のこれからもサッカー選手としてやっていくんだったら、パン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 移籍するんじゃなくて、そこで結果残してまたチーム変えるなり、ステップアップするのが一番いいなっていう、自分としても成長にもなるなっていう部分ではすごく、それはすごいあります。残るのもあるなっていう感じで、はい、そうか、今近川さんの話聞いてて、そうだよなと、なんかちょっとなんかなんだろうなどっち選んでもね、チーム残るっていうのも正解だし、はい、まあどこになるか分かんないけど、今のチームと契約切って新しいチーム探すっていうのも、それも新しいチャレンジだし、どっちを取っても絶対成長はできるから、頑張ってほしいな。そうですね。まあ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 、まだ期間はあると思うし、はい、まだ恒大も日本には当分ね、当分まだ日本にいる予定だよね。ちょっと待って、笑っちゃった。ちょっと待って。当分アメリカのリーグもちょっとこう開始が遅くなるみたいで。まだ日本にはいると思うんで、また、まあ、普段富山に石川か、はい、俺富山出身って言っちゃった最初の多分動画で、はい、石川に、ね、普段いるから、はい、あれだけど、まあ、またちょこちょここうやって一緒にトレーニングしたり動画撮れればいいなと思うので、
来季の飯田選手のチーム事情どうなるかっていうのも皆さんにあの気にしてもらいながら2人を応援していただければと思います。はい、僕も頑張るんで、はい、っていう感じで、はい、じゃあまたあの飯田選手の方のチャンネルでも一緒に多分話して対談動画みたいな感じで撮ると思うので、とりあえずこんな感じでいいかな、はい、俺の方は。そうですね、自分もまあ今シーズンのことはいろいろすごいのってからありましたけど、今回は嫌なこと、嫌なことまあまたそこはじゃあ改めて聞こうかな。そうですね、はい、うん、はい、とりあえずじゃあ飯田選手の初めてのアメリカ下部リーグではねプレーしたことあったんですけど、アメリカ2部での今シーズンの総括というか、う、ね、まあ聞かせてもらって、来季のことも聞かせてもらって、はい、そんな感じで今回は締めたいと思います。はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またお願いします。次の動画でお会いしましょう、はい、それでははい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいいですね、ちょっと